第2試合、内田対谷山。スコアは4対0、内田がリード。内田は第9回アジア太平洋空手道選手権大会一本勝負において4連覇を達成したばかり。対する谷山は国体の優勝経験を持つ、日本のトップを歩み続けてきた選手。キメのあるスピーディーな試合展開となる。